はい、黄金世代のことでございます。今日なんですけども朝の動画やっていきたいなと思います。はい、いやー声がガラガラだ。はい、今週ちょっと忙しくて、まあ3月期末なんで、まあ多くの企業さん期末かなと思うんですけど、期末なんでまあドタバタしてたところで、カゴタスとかトーマスに結構助けていただいてたんですが、その代わりこう車で移動する時間が減って、電車で移動することが非常に増えたので、まあ、ランクマ少しやれたんですけども、なんとなくね、感覚的には去年の、デバフパに当たる割合っていうのが、まあ、去年のあのクラブゴリゴリパと当たる割合と同じくらいかなというような体感ですかね。はい、今のところ、まあ、今後どうなるか、明日のレシャール君を含めたカタルーニャのガチャも含めて、まあ、トレンドの方向性また変わるのかどうなのか、まあ、イージーなのかっていうところ見えてくると思うんですけども、今のところカタルーニャのキャラクターのデバフガード結構硬いので、まあ、レシャール君と新しく出る2キャラ次第では、ガードが少し進むのかなと。まあ、レシャル君が強いっていう前提の話になっちゃってるんですけど、これがあのボコスカ打たれて入るようだったら、まあちょっと厳しいなというので、まあ優勝と向上キャラというところで実際どうなるのかなというところですかね。はい、まあ久しぶりにこう今月は DC があったりとか、連盟対抗戦があったりとか、集会があったりとか、ドタバタ結構ね、あのゲームの、オンラインの割合が高かったかなと思うんですけども、はい、久しぶりに、まあ、まったりした習慣になるのかなというような気がします。はい、まあ久しぶりに、ね、まあ、ゆっくりしてもいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、そして、シナリオ、そうシナリオのこれまだあとちょっとなんですけど、これイベント結構ね、これあとちょっとなんですけど、あんまりこう入ってなかなかみんな集会終わったのかやんなくなったのかどっちなんだろう。もうやらない人の方が多いのかな、どうなんだろう、もう終わってるのかな。そんなにハードルが高かったわけじゃないんですけど、どっちなんだろう。はいね、まだ、ね、木曜日なんですけど、木曜日、いや、みんな収録木曜日でやってるんですけど、もうすでにあんまりこう満タンになるタイミングが、時間帯によってはないというところで、集会やらなくなったのかもみんな終わってるのかちょっとわからないんですが、はい、どうなんですかね。はい、さあ、いよいよ3月も終わりになってきて、まあ、桜がねまずねそろそろつぼみ、東京も家の周りの桜もつぼみになってきて、今週末雨っぽいんですけど、まあ、桜の見頃がそろそろやってくるんではないかなというので、お花見行きたいんですが、緊急事態宣言もとりあえず今週解かれる、週末解かれ、解かれそうですよね。来週から緊急事態も解かれそうで、人の、出入りが多い時期で、まあ花見もあって、まあ、コロナには気をつけていかなきゃいけないんですけど、まあ、ちょっとね東京の方ぶり返してきてるような感じはありますが、はい、まあ、お花見も行ったりとか、まあ、いろいろね日常的にこう楽しいイベント増える時期、そして出会いと別れの時期というようなところですかね。はい、まあ、この配信聞いてる人で学生さんってあんまりいないと思うんですけど、まあね、ちょうど新しい、ね、新社会人になる人もいるかなと思いますし、まあ心機一転転職される方とかもいらっしゃるのかなとか、独立される方もいるのかなとか、3月はね人が動く、人がね移動したり動く時期だなと思いながら、はい、今日もね今週移動距離がやばくて、なんか体が疲れて、最近おじさんかなと思うのが、まあまあな移動距離をすると疲れる、単純に疲れてしまうというので、まあ運動不足っていうのが一番あるかなと思うんですが、今年こそ、ワクチン進んで秋口くらいからはフットサルやりたいな、フットサルやりたいですね。はい、連盟のメンバーもね何人かフットサル来てもらってるんですけど、初めにフットサルやりたいなとか思いながら、まあ、体を動かすことはいいなと思いながら、ランクマやってるとはい、体動かしてるつもりでランクマを頑張るというようなところで、まあ、一段落したので、まあ、ここから少しまったりしていこうかなと思ったんですけど、体感的には去年のねゴリゴリのクラブパと遭遇頻度が同じくらいかなというような印象です。はい、まあ、でも世界的に見てもやっぱり普通にね、やっぱりこう今のガチパでやってる人、今のガチパというかちょっと前のねガチパでやってる人の割合はやっぱ全体的に多いなという印象ですね。はい、
さあ、ここで今回あのカタルーニャが全部で何人になるんだ。あ、もうカタルーニャやっぱ壊しちゃったっけな。もういいやみたいな、ドリコレス何も出なかったしいいやみたいななっちゃって壊しちゃったかな。あー、カタルーニャパが多分ここのサブデッキも含めて全部埋まるんですよね確かね、今回あの2人足すと。すいません、あ、朝のトークなのに画面動かして申し訳ない、壊しちゃった、頭きて。そう確か埋まるはずなんですよ、全部集めてる人は。自分は集めきれてないので、カタルーニャ、すいません、カタルーニャ、まあ、この子はこっち、カタルーニャ、あ、コンセか、カタルーニャ、欧州クラブでパッて絞った方が早いね。欧州クラブ、はい。ゴンザで、フォンセカ、リバ、まあ、とりあえずこれでいいや。で、翼、はい、そうですよね。今回でサブここ2人埋まってキーパー来て、まあ、カタルーニャ持ってる人は、全部埋まる感じですよね、カタルーニャで、はい、合ってますよね。で、まあ、キーパーサブいないのはちょっと心もとないですけど、で、最新っていうか全部揃ってる人だったら、まあ、フォンセカが、フォンセカ取っとけばよかった、フォンセカとここですね、ゴンザと、あとこっち、ダイヤ、こっちか、こうか、ダイカールさんが、いてみたいな感じですよね。ダイカルがドリコレになってて、フォンセカがいて、まあ、フォンセカこうなのかな、はい。で、まあ、リバウル入れる人がし、まあ、リバウル入れる人の方が多いのかな。リバウルを、まあ、入れるというところで、まあ、ジュリより、まあ、そう、まあ、どうかな、こうかな、こんな感じになるのかな。で、15の、まあ、ここで7、キーパー入れて、まあ、30なれるチャンスがあるかなっていうところと、まあ、デバフブロックがある程度持てるタイミングなのかなというようなところですかね、はい。うん、まあ普通悪くはないかな。ドリコレ持ってる人とかであればね、ドリコレとリバウル新しいの持ってる人、そして、フォンセカ持ってる人であれば、あ、ドリコレね2人持ってる人であれば、うん、明日の内容次第ではドリコレもう一回チャレンジしてもいいかなとかずっと悩んでんですけど、結果ブラボ計算したら今800個しかないんで2キャラしか作れないなと思って、これはもう終年まで取っとかないとダメだっていう結論で、フル育成は難しいなと。なんかね、飛空機とかキャッチとかは結構たまるんですけど、うん、単純なブラックボールが今800ちょっとしかなかったので、まあ、難しい感じですかね、99にしてロマンパの方が、まあ、YouTube の配信的には多分面白いですけどね、まあ、ただ日本パ黄金世代の鼓動に戻る計画も進めているので、うん、と言いつつ、まあ、ランクはさすがに勝てないんでジェンティーレ使っちゃってるんですけど、そこの辺もね、なんか心苦しい感じでね、やってます、はい、というような感じですかね、うん。さあ、今週はもういよいよ、あ、そう、今日ですね、今日チコン軍じゃん、はい、今日チコン軍、今日夜 YouTube ライブありますので、お時間ありましたら、遊びに来てください。明日土曜日に関しては、うさぎ団長さんの、配信で夜10時から、チコン軍との聖戦ありますので、遊びに来ていただければなと思います、はい。さあ、どんなね、最後ね、結末を迎えるのか、こればっかりはね、あのシナリオで決まってるものじゃなくて生ものなので、どういう風になっていくかなと、面白いですね、はい。まあ、こういう風にね、やっぱユーザーさん同士でこう交流しながら、楽しんでいくっていうのも一つね、戦いドリームチームの魅力かなと思います、はい。あと、もうでも今週乗り越えちゃうと4月入って、さあ、いよいよフェスか、フェス、まあもう1回くらいガチャありそうですよね、もう1回くらいガチャあるかなと思うんですけど、となるとゴールデン23のオーストラリア橘兄弟はこの YouTube の朝のトークでもうずっと半年以上にわたって、もうクリハのタイミングからずっと言ってるんで、もう半年以上経ってるんですけど、ファイナルスカイラブハリケーンがまだ来ないというところで、そろそろ、ジトー君がなければゴールデン23橘兄弟っていうのがフェス、ね、前もフェス橘兄弟だったので、ダブルフェスとかあるかな、どうかな、まあ
自分は技の自徳、そろそろ日本キャラ出るんじゃないですかね。どうでしょう。だって今年に入って翼、ナットレーザー、2月え翼ナットレーザーが12月、1月がジノ、2月が日野くん、欧州、あでも欧州そっか、あでも欧州はキーパーが来た。あでもそれでいくとレオとかでもまだ南米押す。でもここあれですよね、普通に戦略的や課金的な視点で いくと技の自藤くんというよりは力のレオが出たから技のレオペペとかの、クラブレオくんとかでどうでしょう。まあ技のレオくんとかもありなんじゃないかなと、まあ、デバフブロックね、あのラドゥングさんいればはしっかりデバフ効きますし、あデバフブロック効きますし、だから南米クラブが2ヶ月連続ってことはないからやっぱり技の自藤技の自藤くんだった時にちょっと欲しくなっちゃうな。まあだからそろそろ我慢していかないとな。まあただまだ相田くんみたく極端な賞味期限1週間ってことはないと思うので、はい、まあ、ただ本当に去年の、まあ、お時間ある人とかだったら過去のアーカイブ振り返っていただけると今、去年どんなことを言ってたかとかどんなことをやっててどんな流れになったかっていうのは、参考になるかなと思うので、ちょうど1年前くらいの、自分の動画、見てもらえるとどんな感じなのかなと、まあ、いつも通りこうたわいもない話しておりますけども、ね、朝のトークっていうのはでも朝のトークが始まったのは2020年、あもうあれ朝のトークっていつからやってんだろう。前はね朝のね雑談でちょっと喋りますねみたいな感じだったのがいつの間にかこう朝のトークとして、ね、フリーで、お話しさせていただける機会っていうのをね、なんかこう皆さんからいただいたような感じ、はい、自分で配信してるんですけどあくまでこう聞いてくれる人や見てくださる方が、いらっしゃって初めて、動画として成り立つものなので、まあそうですね、あの見ていただいている方が、まあまあ、朝のトークは見てみるというのは聞くものなのかなと思うんですけど、はい、あのいらっしゃるのでやってるような感じで、はい、本当に、ね、ありがたいことです、はい。さあ、そんな中昨日ちょっと動画で、まあ、デバッファーに頑張って抗ってみたみたいな感じでやって、上げさせていただいたんですけど、あの後も、まあほぼほぼあのやり方で、あのねやり方は若干あの絆が弱くてデバフ強い人の方が効果的だなっていうのがランクもやってて思いました、はい、要は絆も高くてデバフが強い人、まあ、いわゆる、まあ、最強だと31、26、28とかですよねの、絆デバフの組み合わせかなと思うんですけど、極端に絆24のデバフ31とかの人の方が、いい勝負する確率、勝てるとは言わないですけどいい勝負する確率は非常に高いなとちょっと思いましたね。だから絆 24.5 でデバフ31とかの人の方が逆に、やりやすい戦い方かなと。まあ逆にゴリ押せちゃう絆が高くてデバフも高い人の方がちょっと若干やりづらいかなっていうような印象ですかね、まあ大変ですけど逆に最近こうムキになってこのデッキでなんとかしてみたいなっていう風にムキになってある意味ちょっとねひな形前まではずっとミラーみたいな試合ばかりだったのがまあそのポジティブに楽しみっていく意味では自分的にはもうめっちゃ捨て的に不利なんだけど、うまくこう日野くんまでつなげる過程を作っていくっていう面白さっていうところと、あの日野くんで相手のキーパー抜いた時の爽快感あれ一本で楽しんでるような感じなんですが、はい、まあでもねあの先ほど言った通りあの去年のまあクラブパーとお会いするくらいの割合なのでまだまだやっぱり世界中的には先週の金曜日の前のデッキでやってるような感じの人がやっぱ多く参見されてるような状況ですかね、はい、ランクマねちょっとやってみてる感じですけども、
はい、まあ、もちろんね環境に常に適合しながらやっていく方は楽は楽なんですけど、まあその辺がね好きなキャラクター配置できる、まあ好きなキャラクター関係なく強ければいいんだよっていう人だったら、現行のね環境いいんじゃないかなと思います。はい、さあ、というわけでですね、そうだから PS というか始めたばかり人向けの動画をまた撮ろうかなと思ったんですが、今の環境だとその進め方とかあんまり意味あるのかなみたいな、気もしてて、要は結局そのパラメーターのゴリ押し、技のゴリ押しである程度なんとかなってしまう現状もあっちゃって、そういう小技を覚える必要もない気もしますし、まあ小技を覚えたといた方が後々何か局面では役に立つ時もあるしというところで、まあ、じゃあ実際ねどのような形がいいのかっていうのは、まあその時次第かなと思うんですけども、はあ、まあちょっとね悩み中、まあちょっともうちょっと様子見てまた始めたばかり人向けの動画撮ってみたいなと思います。はい、まああまりね参考にならないかもしれないですけども、はい、やって、ちょっとねやってみようかなと思います。さあ、そしてなんですけども、連盟対抗戦はてかちょっと考えていることがありまして、需要あれば、オープンで、募集をしてみたいなと思うんですけども、まあコメントとかで需要がなければですね、まあこっそりやろうかなと思ってるんですが、今第二連盟のゴールデンコンビ X2 っていうのがあるんですけど、まあ結構出入り自由で、まあ要は、半隠居みたいな形と、まあログインだけになっちゃった人とかの、ちょっとお休み場所として使っていたんですが、ここをちょっとリニューアルしようかなというふうに思ってまして、結構今 YouTube のコメントやダイレクトメールで結構いただくのが、まあ結構始めたばかりの人向け動画を始めた理由もそうなんですけど、結構いろんなね質問とかをいただく中で、うちにトーマさんと自分とは別に、まあ全くね YouTube 上じゃ出てこない裏方の NZ さんという方がいらっしゃるんですけど、トーマさん場合にこう NZ さんは結構そのこのゲーム結構その無課の子なんですよ。無課の子なんですけど、無課だからこそその教授とかをクリアするためにそういうパラメーターを調べてどういうデッキでいくとか、夢玉をひたすらこう毎日貯めながら、その人は欧州パーが好きなんですけど、欧州のキャラの時だけ今の自分のデッキにはまるかどうかみたいな、研究しながらガチャを引いたりとかするようなすごいコツコツまめな子がいるんですけど、まあ、その子を今そのリーダーにして、要は Q&A みたいなものを答えながらやっていく連盟さん、要は、始めたばかりの人向けで、まあ、早くこういろいろ覚えて巣立っていくような、他の連盟さんに巣立っていくような連盟、第二連盟を作ってみようかなと。だから第二連盟は、まあ、まったりもそうなんですけど、始めたばかりな人向けが謎なことを、Q&A 的に質問があれば答えていくような、要は戦いドリームチームをよりね楽しんでいく、ためのなんか登竜門、登竜門ではないですね覚えやすくするような、まあ YouTube だとねそのリアルタイム性が YouTube ライブ以外では弱いんですが、そこにリアルタイム性を持たせるような、第二連盟を、まあ、需要がなければこっそりやろうかなと思ってるんですけど、もしコメントで、まあ、始めたばかりの人がどれくらい自分の配信をそもそも見てるかっていう問題もあるんですけど、ちょっと質問が結構多いので、そこをこう一括で回答できるメンバーで、そういうのに特に数値に詳しい人間とかキャラクターの特性をいろいろ覚えてるとかので受け答えが、ね、できる、人材がいるので、ちょっとそういうのもやってみようか悩み中なので、もし興味があったらコメントいただければなと思うんですけど、全く需要がなければ、こっそりやっていこうかなと思います。はい、
うん、まあそうですね、いかにこうゲームせっかくね始めたゲームですので、やり込みすぎてとか、まあ、課金で爆死して疲れちゃってやめるとか、まあ、運営さんの最昨今の法人に、うん、なかなかねこう信用信頼関係がつかみ、組みづらいとかっていうのもあるのも重々承知ではいるんですけども、まあ、ただある環境の中で、まあ、最大限ね楽しめるようにやれる方法はないかなと今いろいろ考えております。はい、まあその中ですね、それでいくとですね、今レオーネさんとちょっとこの間やり取りをしたんですけど、第9回ツイッター杯ですね、周年前や今回連盟対抗戦をやって引退される方とかも結構参見される中で、やっぱり周年が入ると、引退者とかが増えるタイミングかなと思うんですが、ちょうどねあの環境、まあちょっとデバフが余計だったんですけど、環境が揃うタイミングで、まあ周年前でブーストする前に、連盟対抗戦第9回ツイッター杯やれないかなと今、検討しております。はい、まあやり方は前回はね予選リーグね1試合1チームの試合1試合ね1人だけ代表の方が出て、1回出た方っていうのは予選リーグもう出れないですよっていう方式にしてたんですが、もう少しいろいろ考えてみたいなっていうところで、まあちょっと今打ち合わせをして、今第8回ツイッター杯ちょうどやってますので、それが終わり次第随時募集してちょっとやってみたいなと。どうしてもね戦いドリームチームの場合は周年ごとにやっぱりこうやっぱりその方向性についていけなくて、どうしても辞めてしまう方も結構いるのも事実なので、今年はそうはならないように頑張るというような、なんかね運営さんの声も聞いてるんですけども、まあ、そこばっかりはねまあ、ちょっとわからないところなんですが、第9回ツイッター杯今準備しております。それでこれはもう、やるならもう間違いなく連盟対抗の大会になるかなと思いますので、ぜひこんなレギュレーションでやってみたいとか、ご意見ありましたら、今自分たちも非常にどういう風にやったらそのこういう環境ですよね、バフでバフパーとかが広まってしまっている中でみんなが楽しくできるか、まあのちょっといろいろ考えながら、募集の方ですね、まあ、近日なのか、ちょっとね考えながらやりたいなと思ってますので、ぜひ開催の折には、いろんな連盟さん、参加していただけるといいなとちょっと思っております。はい、さあ、今日はそんなところですかね。はい、まあ、4時から、カタルーニャ来ますんで、カタルーニャね、まあ、レシャル君次第で、ね、いろいろ考えていかなきゃいけないかなと思います。はい、さあ、そしてワールドチャレンジ、初日の1回目は時間が短い、16時から24時の間に、1セット目終わってしまうので、その辺もお忘れなく消化というところですね。はい、そして、連盟対抗戦、お会いした連盟さん誠にありがとうございました。今日で最後となりますが、またねお会いした際には、対抗戦よろしくお願いいたします。さあ、というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた。